帰り道。これ、奥に何かいるよね、ここ。これ何かいるよね。人影のようで、人影じゃないものがあるよね。何これ人生ゲームのコマそれにしか見えない。もうこれ人生ゲームのコマにしか見えないんだけど、気持ち悪 <laughs> <laughs> 気持ち悪くないだから人生ゲームのコマってさ、もう人の形をしてるようで、人の形で,で、人の形じゃないじゃん、あれ。なんか、人生ゲームのコマみたいなのがここに置いたんだけど、気持ち悪っ はい。どうもみなさーん。こんにちは。今日はこちらのゲームやってきてると思います。こちらのゲーム、仕事終わりの主人公の帰り道を描いたホラーゲームなんですけど、この帰り道、普通の帰り道じゃない。何かがおかしい。何か不審者のような危険な出来事が待ってるらしいです。はい。今日も語彙力低いです。なんかね、このゲームね、8番出口ライクっぽいゲームなんだけど、この主人公の身に 何か危険が迫るんだけど、危険があると感じたら戻る。危険がないと感じたら進むみたいな、まあ、8番出口ライクっぽいゲームなんだよね。ねえ、もう仕事帰りに危険が起きるって、もうくたくたで疲れてるはずなのに、危険がせま、ね、迫ってくるって、もうかわいそうでしかねえぜ。<laughs> かわいそうじゃねえもう仕事で残業が終わって、ああ、もう今日も疲れた。家帰って早くしころって思ってる時にさ、もうさ、帰り道に危険が迫るんでしょ。も、ま、う、あ、かわいそうさ、そこやっていきたいと思います。 でん早くねもう読み込みとか全く起こらずに来た。懐中電灯 Q。珍しくない懐中電灯 Q って。あれつけて。普通懐中電灯って F とか E とかじゃないの ?Q って珍しくないあーあーああああ。わ、いい雰囲気。めちゃくちゃいい雰囲気。なんか電柱太くねなんか、この電柱太くねなんか普通の電柱より1.5倍ぐらい太いみたいになってるけど。何この太いのすごい巨根やん。何この巨根 <laughs> めちゃくちゃ立派やん、これ。なにこの立派チンポ。立派すぎるチンポやんけ、これ。アメリカ人サイズのチンポやんけ。もうね、太くて長い。もうアメリカ人のチンポやっけ。なにこの立派チンポ。あれで、進んでって。あれで、行ってなんだあ、なんか、止まれって表、情出てる。でだ、でだ、この、うちの、うちの近くのね、こう、止まれっていうマークね。もう、レが霞んでほとんど消えちゃって、止まになってんのよ。はぁ、あ。はぁ <laughs> うちの近くの止まれのマークね。もうれが、もうほとんど霞んで消えちゃって、止まになってんのよね。あーもうこれ住所特定されちゃうかもしんない。あ、これとこれ止まれのれがほとんどないから、これそうくんのうちの近くだってばれちゃうかもしんない。あれで言って、なんだえー、っとこれなんだ注意を感じたら、あ、注意じゃないわ。危険を感じたら、もう片方の道へ、0丁目。え、なんだこれ不審者注意。あーめっちゃ不細工やんこいつ。くそブサイクソ不細工。もっと可愛い 持っっててる写真貼ってあげなさいいよよあと不不審審者者注意多多くね1箇所に6個も貼るってな不審者よ多あれだぶ分、ね、の子供たちの子供、子供たちがよくさ、ニンテンドースイッチをさ、こ外に持ってくじゃん。の、そのニンテンドースイッチの青いジョイコンだけ持ってくんだろうね。うすんごい不審者。青いジョイコンだけ集めてるみたいな。めちゃくちゃ不審者やん。あい、行ってこっち行って。で、なんだこれこれ何これこれ何これ何これ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 , <laughs> これ何これなんかガチャガチャみたいなのがあるんだけど、 これ、ね、これ、これ、なんか押せ。おあんえこれ、えんってこと えこれ何で押した今 ?E キーで押したこれ。E キーでピンポン鳴らせるってことで、これで、うわ、すげえ。何この、道場みたいな、ドア。何この道場みたいな、うん、ドア、すごくないだー並べたって何、何こう、いきなりの灯籠。なんか灯籠置く場所おかしくないもうちょこっち側にした方がいいんじゃないあ、じゃあ灯籠があって、でなんだこれんこれなんだこれおい、伸びて野球しようぜじゃんもう伸びた野球しようぜじゃん、これ。伸びた野球しようぜ。もう伸びた野球しようぜが三人分ある。 <laughs> 何言ってんのほんと頭おかしいかもしんない。あで、これ土管があって、中にドラえもんいるドラえもん。ドラえもんおい伸びて野球しようぜ、うんで、こっちは何にもない。はいはい。で こっち側なんだうわ、めっちゃいい家。なにこの家うん、でっかい大型モニターがついてる。なにそ、渋谷みたいなことやってんのここに大型モニターついてる。すごくないな,な、なんでここに大型モニターついてんの渋谷みたいじゃん。えっと、ここや、これ、車があって、うわ、スポーツカーみたいな感じで、結構高いぞ、これ。6000万ぐらいしそうだな、高。えーえっと、こっち、なんでこれ大型モニター貼ったんだろううちの家は、すごくかっこいいです、みたいな広告貼るんかな。えっと、ここが、こうしていいうん。 これははい。で、ドアノブちっちゃドアノブちっちゃくないこれ。なにこう、乳首みたいなドアノブちっちゃくないあ、で、えっと、こっちはあ、また不審者注意だ。また不審者注意があって、こうやって消していいこれ消してみたらどうなるはい。あ、もう何も見えない。え、で、こっち側はこっちもピンポン押せるここ、ここピンポンないのあ、こっちにあるタイプね。あ、で、これ、んえこれな、これ,何これあええええこれ落ちちゃうじゃん危な、危なく落ちちゃうよ。で、えっと、こっち側 아아, <laughs> 고미스테바가 <laughs> 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 でこのゴミの量は絶対殺人事件があった。バラバラ死体い息事件みたいな感じで、一つ一つのゴミ袋に人を、ね、人の獅子を入れて放置してるやつや危なっ。あ、で、えっと、こっちはあーこれなんかキャンピングカーだね。この上の部分がさ、ガーって伸びてさ、ここの上の部分で寝るんよね。で、はい、昔ながらの車みたいなのがあっていいね、いいね。結構こういう車好きよ。はい、今っぽい車があって。で、これなんか宅配のうんちゃんが乗ってそうな車だね。はい、宅急便ですっつってくるやつだね。 でこっちは、うん何これえんれどういうことんこっち側危険を感じたらあ？危険を感じたら,じたらもう片方の道どういうことこっちがわんえどういうことんえああええどういうことん ちょっと待って、ちょっと待って、理解ができん。えちょっと待って、これどういうことこれ左右に同じ世界が広がってるよね。どういうことえこれどういうことほんとに。んどういうこと これあれかなんかさ、こっち側見たじゃん、さっき。こっち側見たけどさ、なんか落ちそうなとこあったよね、ここ。ここだっけあれここだよなここじゃないなどこだっけえー、っと、こっちでもない。あれあ、こっちじゃないっけこっち側か。逆か。逆側にさ、なんか、えー、っと、どっちだっけえー、っと、ここの、どこだっけ愛したところ。えー、っと、ここ、ここ。ここがさ、もうど、扉ないじゃん。ってことは、これが危険ってことこれが危険で、で、危険が感じたら、もう片方の道だから、こっちでいいんだ。この安全な方の道へ行くってことだ。 なるほどね。オッケーオッケー。そういうことね。よくわかった。じゃ、こっち進んで、うん。で、ん何えんんおおお,おああー、合ってますねー。これなんか、うん、明るさ暗くないこれ明るさ設定できないのかなこれ設定できない明るさ設定、うーん、ないね。明るさ設定できないの。結構きついな。じゃ、とりあえずこっち行って、うん。で、ここ鳴らして、ピンポーン 誰かいますかあで、こっち側あ、こっち、あ、これ、ま、ま、ま、毎回マップ変わる感じはあはあはあ。面白いね。で、えっと、こっちもな、何にもない。あれ灯籠がなくなってる。さっきの灯籠がなくなってる。えー、で、こっちは、はい、は,いはい、はい、はい。ん何ここんえ何ここんえええー これはデフォルトなんかなちょ、あっち側見てって、あ、これデフォルトデフォルトだったらだいぶ怪しい道だけどね。え、で、ここもペーパーあ、ペーペーペーンポンあれならない。ペーパーあ、で、こっち側も何にもない。はー。じゃあ、あっち側見て、大仏さんみたいなのがいなかったら、おかしいってことだよね。じゃあ取、とりあえず、 何な,なんで止まった今なんで止まった今なんで急に主人公自我持ち始めてんだよえっと、こっち側はー伸びたねはーえあれやっぱないよねあれちょっと、いまいちルールがわかんない。はい、これね、ジャイアンね。おい伸びて野球しようぜあいで、ん何何のと今あいで、これは言って、これ、おい伸びてうーん、何を、これ、どういうことゲーム性がいまいち理解できない。 じゃあ、これ、危険じゃないこっち危険っぽかったから、こっち行っていいってことよくわかんねえな。なんか、ゲームのルールがよくわかんねえな。あいだ、こっち進んで、あい。でうん。どうん長くない道であー、二丁目来たね。二丁目、もうどういうルールな、これ。もうよくわからんて。あいこれ押して、あい。であペーパー、誰がいますかこっちはうん。迷惑なお客さん。あいこんにちはうん。で、あの、ドアノブちっちゃあいだ、こっち行って、 なんでま、なった、またなったあいえっと、こっち、もうちょっと奥側に止めればいいのに。この車なんでここで止めるんもうちょい奥側に止めればもう2台ぐらい入りそうなのになんでここで止めちゃうんあいで、行って、なんだこれ,れえっと、フロー、 クローセル <laughs> 読,め <laughs> 読めないで、おいのびちゃ誰かいるかおいのびちゃ誰かいるかおいのびちゃいないね、オッケー。で、えっと、こっちは不審者注意でしょで、ここも何にもない。じゃあ、ここピンポンして。あピンポーン誰かいますか誰もいませんね。で、えっと、こっちはこっちは、ゴミ箱。殺人事件があったようなあゴミ箱で、こっち側も何にもない。ああ、誰か乗ってるとかありそうだけどねな。オッケーオッケーでこれで終わりか。じゃあ、どれ とりあえず、こっちは安全っぽかったよね。じゃ、とりあえず、あっち側も見てって、あこの不審者のブサイク女性が出てくんのかなえあ、しょ、えなんで足音ええ今足音したよねあ、で、これはうん。 あ、ペーパー、こんにちはうん、で、えっと、こっち側も行って、はい、はい、い、この世界の人たちはなんでこんなギリギリまで止めないのだいぶ幅があるけどね。なんでもうちょっと止められるじゃん、奥に止めたら。で、えっと、こっちも見てって、はい、はい、え危険な場所あるん あ、こっちこっちに誰かいるえー、と、はい、これ行って、おいのびちゃうん、いないね。で、ここは誰かいるかおいのびちゃで、ここはここいるおいのびちゃうん、<laughs> 誰もいない。オッケーオッケー、じゃあこっち側行って、であー、あー、あーえー、危険なとこなくねえっ、ー、と、こっち、ここピンポンして、はい。ペーパーこっちはーうん、誰もいねえな。で、えっ、ー、と、こっち側よねい、はい、はい。えー、待って危険なとこあったえ危険なとこあった いや、これで終わりよね。うわ、マジで今のとこで危険なとこあったんだ。あ、あこれ危険じゃない見て。これドアのさ、ここがさ、ちょっとドア一番下まで開かないっていう。これ絶対さ、これお,お邪魔しますって言ったら絶対初見だったらつ,つまずくタイプじゃん。絶対危ない。これ危険だ。ふふふ。地味な危険あ、で、えっと、こっち側も何にもない。えー、待って、これむずいな。これむずいぞ。めちゃくちゃむずい。何が危険だったのかわかんね。えうん、こっちも普通だよね。 ああ、普通だよな、ね。ええー、いや、普通だよな、どう見たって。ああ、普通、普通。えー、これどっちか、勘で行くしかねえな。こっちが安全だったって思うんだけど、俺は。こっち側行ってみるか。これ勘になっちゃうな、完全に。あれでどううん。でんなにはなにこれん三丁目。はってことはんえんこれなにこれセーフティー、安全。 いや、これ、これ見て安全って言えますかねこれどう見たってこれマリオのステージや危なっあ、これ行って、あ、これ行って どう見たって危ないやこのステージ何が安全なん何がセーフティーだよ全然あ危険めちゃくちゃ危険だわあお地蔵さん行ってしょっぽい地蔵何これしょっぽい地蔵あれえっとこっち行ってうわ危ない危ない何これ普通に危ないんやけどでこっち行ってあれでここも行ってあーあー危ないおまたヒューヒューするチンコヒューヒューするてあれでこっち行ってでこう行って はい、あぶね危あぶねえ、あぶねこれどう、ど、うこれ、渡ってるのこれ、合ってるこれ、渡るので合ってるもう、8番出口、全く関係ないけど。あい、で、こっち行って、うわいや、判定シビア判定シビアすぎんあーで、また最初からね、これ。うわ、判定めっちゃシビアやん。あれで、えっと、こっち行って、あーここは大丈夫。はい、で、 ここも大丈夫。で、ここも大丈夫。えー、おい伸びたおい伸びたおい伸びた,のびた大丈夫だね。おい伸びたしたけど大丈夫。で、えっと、こっちも大丈夫。ああ、ああ、ああ、ああ。大丈夫だね、こっち。く、こっちクソ安全。もうめちゃくちゃ安全。ピンポン押したら出てくるとかあるうん、こっちはクソ安全っぽい。はい、ここピンポン押して。おい伸びたいやしよぜああ、んで、こっちもいない。あ、じゃあ、こっち側だね、多分危険なのは。とりあえず危険見てっか。でえっとこっちは 誰誰もいいここもいいいいななででここここは誰か乗ってるとかある、るは,いはいはい、誰も乗ってないあ、うんうんうん、あれ、うん、あこれ危険これ危険なのかなこの地蔵さんがいたら危険ってことなのかなちょっとわかんないな。とりあえず進んでみます。あ、さっきの当てたっぽい一丁目になった。さっきの当てたんだ。じゃあやっぱあのお地蔵さんがいたら危険ってことなのかなあ、だこれはペッパーこんにちは誰かいますか 何の声今なんか声したよねでっとこっち、あ、こっち地蔵がある。こっち地蔵があるってことはこっち危険でもそうとは限らなそうだよな。でっとこっち見てって。で、ここは誰かいる誰もいない、誰もいない、誰もいない。オッケー。誰もいないっち。で、あ、もう終わりか。早いな、今回。今回道短くないめちゃくちゃ短いんやけど。で、こっち側見てって一応。はい、で、こっち多分安全なんだよな。あれお地蔵さ、 <laughs> 誰が乗ってるはは <laughs> 誰 <laughs> 誰乗ってんのあの不審者って、もしかしてこの不審者って UFO でなんか、なんか、う、なんか徘徊するみたいなめちゃくちゃ危ない不審者あ、そういうことだからもうめちゃくちゃ危険みたいな感じあ、そういうことね。なるほど、なるほど。もう UFO を使ってるってことだから、もう地球外生命体の可能性があると。あ、で、こっち。あ、出た、これ。えこれ二丁目だよね。安全セーフティー。え、待って、これどうすればいいのえ、行けなくないこれ。えこれ、んなんか来た。 えなんこれでことん、これどういうことんこれでこれ乗っていいってことはい、乗って。うん。で、動く感じ完全にマリオのラスボス。完全にマリオのラスボスやん。あ,あ、で、えっと、こっち進んでもろて。あ、なになになにこっちこっちあ、で、こっちってでんあれうん、取り残された。あ、来た来た来たよかった。で、ああこれ行って。あ,あ、でこれ乗って。うん。完全にマリオの最終ステージやん。な、クッパのステージやん。で、えっと、こっちはん これどっち行けばいいのんこれどっちあ、こっちこれ何これこれをん何このでっかい、うぅ、びしょええ,え何えあちょ待ってこれデカスイッチ何これデカスイッチなんか、え、なんかあんのえこれデカスイッチ押したらなんかあんのこれ押して、あ、で,これで乗ってあ、これで乗ってんこれで乗ってあえ、ちょっと、何このゲームよくわかんねえ。え、これ乗ってなんかあんので、こう降りて、デカスイッチ押して、うん。 であいつが来るよね。あいあいあ,あ,あいつが来て。ああこれ乗って。ああでああこれ乗るよねであ出口なくないで、ね、出口どこにあるんあああ こっちに出口ができてる。そういうことか。あのスイッチを押したから安全になったと。うわー面白このゲーム。で、進んでって、あい、進みっちしてーの。で、3丁目と。はい、3丁目来て,て、じゃあこっちから見てって。誰か乗ってますか誰か乗ってるうん、乗ってないね。オッケーオッケー。で、こっち側も見てって。はいは、いはい、うーん。なんからさ、もうほんと、この世界の住民。 いや、俺押してないよ、今。俺今、いい気押してないよ。んなんだこれ。危険なんだこれ。こっち側に何かある。危険って書いてある。うわ、待って、これ。これ、実況者が。えー、待って、これ。実況者としてこっち行きたいよな。いや、行きてえけど。いやー。行きてえけど、クリアしてえもんな。うわ、待って、これどうしよう。これ、危険って書いてあるもんな。うえーどうしよう。行きてえな。 え、待って、行きたいいや、行く行くかみんな見たいよねここまで来たみんな見たいもんで行こうさあ行ってこっち側行ってなんだこっちんえあ、それだけえあ、それだけ <laughs> ちょっと待ってえ危険っていう標識が置いてあるだけってことなにそれつまんな何か来るんかと思ったじゃん危険って書いてあるから何か来るんかと思ったら危険っていう標識が置かれてるだけなにそれただのラッキー問題じゃんなにそれつまんなあでこっち進んで、うん。 でも画面が暗い。画面めちゃくちゃ暗い。はい、4丁目来て、で、こっちから見てって、こっちは大丈夫よね。あー、で、えー、っと、ここ大丈夫で、ここ誰か乗ってるわけでもないし、車の色が違うわけでもないと。で、えっと、こ、んなんか落としたあ何の音 大丈夫怖いえー、で、こっちも大丈夫これピンポンして、もうこれ体で押すタイプなんだこうやって、うんって体で押すとな,なるんだね。で、こっち側、おい伸びてで、こっちも、おい伸びてで、こっちも、おい伸びてうん、誰もいないね。オッケー。じゃ、こっちは安全っぽいね。あ、こっちは安全だね。こっちは安全地で、で、こっちは、こっち側は何かあるんかはん、あ、はんはんはん。これ絶対死体が埋めてある。ん、えー、で、えっと、こっち。 うーん。えぇ体でピンポン押してくピンポン。えぇ、ー、こっちも大丈夫。土管があっちにもこっちにもあるってのは怪しいな。で、ここも大丈夫。人いない。で、ここ土管ね、土管。おい、伸びて誰かいるかおい、伸びて誰かいるかおい、伸びて誰もいないかで、えっと、こっちは大丈夫。えぇ、ー、待ってえ、どっちえ危険なとこあったいや、え危険なとこあったえ 危険なとこなくねえ何が危険なんやっぱりこの、なんかこの、ここがつまずくっていう異変かな絶対そうだよねなんか車ちっちゃない車高めちゃくちゃ低いやん。車高クソ低いやんけ。えー、じゃあこっちも何にもない。えー待って、どっちが安全だこれいや、わかんねえ。え、こっち側、普通だもんな。えー、何これどういうことま、あ、とりあえずこっち進んでみるか。こっちが安全って感じだから。はい。うん、勘だけどね。うん。 でんとあ,あー。おー勘 <laughs> で当たっちゃう男、俺し。あれで言って、うん、車高が低い車ね。で、こっちが、ペーパー うん、大丈夫。で、こっちは、ピンポン体で押すぜ鳴り響くぜピンポンで、えっと、こっちはああ、こっち地蔵さんね。で、ここも、おいのびちゃおいのびちゃうん、大丈夫。でおいのびちゃもう声が出なくなってきた。はい、で、こっちも大丈夫で、こっちは地蔵大丈夫。うん。 んああ、びっくりした。ひゅ、あれか。致命手配書か。で、ここも追い伸びちゃで、ここも、あ、ここも、追い伸びちゃんで、えっと、こっちも大丈夫。ああ、こっち安全だ。こっち絶対安全な方だ。で、えっと、あっち側に何か危険があると。さあ、行って、行ってみましょう。で、うんうんうん。ああ、あ、そう。 なんか音する。えぇ、ー、何それせ、迫り来る壁。何それ迫り来る壁っていうやつ。うん。え、え迫り来る壁え。なんかさ、あのさ、なんか昔あったテレビみたいだよね。なんか、ファラオがやってたさ、なんか、なんだか山ヤマちゃんがやってたやつ。なんだっけ、あの、なんか、ヤマちゃんがやってたやつ。ヤ <laughs> マちゃんがやってたやつに似てないあ、れ6丁目来て、えー、じゃこっちから見てくか。で、えー、っと、こっち側は大丈夫。で、うん。 こっちも大丈夫。で、ここ見てて、おいのびて。大丈夫かおいのびて。で、ここもおいのびて。オッケー。もう声が出なくなってくるってマジで。えー、で、ここも体でダッシュポイピンポン。えー、で、こっちも大丈夫。でなん落としたよね、今。こっちな、こっちから落としたあお大丈夫。あれ大丈夫。ん何のと今のと。ねえ。ああ、こっち安全。え、こっち安全えいや、え いや、ちょっと待って、わかんない、わかんない。本格的にわか、私わかんないです。で、こっち大丈夫。えー、待って、ガチむずい、これ。あれ、ここ見てって。おいの、のびんで、おいの、のびたで、おいの、のびたうん、誰もいない。誰かいてほしいんだけど。うーん。あなんだなんだこれ えこれなんか捕まったらやばいとかある透明人間。捕まったらやばいみたいなのあるえ何それ透明人間え何それ透明マント被ってるやっぱりドラえもんが関係してるドラえもんが関係してるってことしかもあの、あの足跡青かったから青狸ぬきドラえもんを表してるってことやっぱりこれ、おいのびたなのかあ、い、でこっち進んで、で、えー、っと、7丁目ね。これいつまで続くんでこっちから見てって、おいのびた うん、大丈夫。おいのびちゃで、こっちもおいのびちゃオッケー、大丈夫、大丈夫。で、えっと、これも大丈夫で、これ、ピンポン、ダッシュ、必ずる、ピンポン。あ、い、で、こっちって、うおああえ待って。 うわうわうわ。待って、これきつくないあ、これ巻いてくる。はい、オッケーよっしゃ、巻いたもう走り方どつぼにはまる。ねえ、そ走り方。肝、走り方バリきもいやん。お前が不審者か。お前が不審者ってことね。あ、で、進んでって、あ,あ、で、こっち進んで、ああ、もう不審者の走り方バカきもいやん。で、えー、っと、ああ、八丁目来て、で、うん。 いや、えどうすればいいのえっと、で、これ、ピンポ押してって、あ、ピンポ、追い伸びて不審者いるかで、えっと、こっち行って、ここはあ、追い伸びてあ、疲れた追い伸びてで、あ、ここも、追い伸びた待って、ゲップ出るえー、ガチわからん、これ。二択か。待ってよ。緊張すんな。どっち行こううーん、こっち。こっち行こう。うん、ちょっとこっち側に何か、うん、運命を感じる。こっち行こう。さあ、こっち行って。 んえー、ええー、え何それ な、それ。な、ムカつくって、お前。ほんまムカつく、お前、みたいなやつ。嫌いやがんな、お前、みたいなさ。なんか、あ、私のことしか愛してくれないんじゃやだ、みたいな。なんか、私のことしか愛さないで、みたいなこと言うやつ嫌だかんな、ほんとに。で、こっち行って、体で奏でるピンポン。で、えっと、こっちも大丈夫。あーあ、ああ、ああ。えー、待って、これ、ガや、バチむずくね。え、こっちは大丈夫だったから、こっちに危険が迫ってると。さあ、行こう。行こうぜ。な、このゲームね、難しすぎてクリアできない人がいっぱいいたんだって。だから、俺も今回クリアできないかもしれない。 その時は許してくれはいでこっちは大丈夫でこれおいのびたでこっちもおいのびたでおいのびたーうーんこれ大丈夫うーんとんにょんにょんにょこれえ待ってこれむずくない思ったより難しいぞこのゲームあれ待ってうーんこっちは大丈夫えっ、ー、じゃあこっち行ってみるはいでこっ <laughs> あ、気持ちいいあ、気持ちいいマジかよ、これえ、待って、そういう系マジでじゃあ、えっと、もうこっち見てって、うん、うん、うん。やだ、このゲーム、なんか、むずい。あ、ちょ、追い伸びた追い伸びた高速、追い伸びたで、こっち大丈夫えー、待って、ガチむずくね、これ。え

何回くんだよ、お前うざ <laughs> えーじゃねえんだよ。えー待って、これガチ、ガチむずい、これ。これクッソむずい。あで、これ体で奏でるピンポン。えー、こっちもないし。で、こっちも大丈夫。えー待って。むずい。めっちゃむずい。これむずくないあ、えー、こっちは大丈夫だったから。ええー、これめっちゃむずい。クリアしたいと思ってたんだけど。あれもしかしてクリアできない おぉ何え何これカジヤーえやば。カジヤンけんえめちゃくちゃカジ。これ飛び込んだら危ないパーティーこれ飛び込んだら危ないパーティーですかうわ、カジヤ、美しい。いや、美しいとか言っちゃダメだけど。美しい。なんか焚き火を見てる気分。ああ。 すご、ああ,あったかいお母さんそっちで待ってるの僕も行こうかなお母さんが待ってんなら行こうかなうんじゃあとりあえずじゃあこっち側ねあこんな感じの異変わかりやすいわこういう感じのが来てほしいわこういうのがいっぱい来てくれたら俺もわかりやすくて助かるうんだこっち行っても動画としても面白いしねあいでこっち行ってうんであいこっち側行ってでさ一丁目ねあまだ火事になってるあそこどんだけなえ んう,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 うわ、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 待って、待って、待って、それ聞いてない。聞いてないってーええー、すごーいまだこれ崩れてくるんじゃない ?50 メートル級の壁できちゃった。待って、待って、待って。危ない、危ない、危なこれ崩れてくる、絶対。危ない、危ない、危ない。これ電気、これつけてても暗くねあれで、これ危なくねあれ。なんなあの道間違える人いねえだろあれで、えっと、こっち行って、で、三、二丁目よね。で、二丁目、こっちが見てって、あもう適当に見てっかんね。適当に見てって、んなんか落とした なんか落としたよね、今。なんか、ギュプギュプププみたいな。誰かセックスしてる。絶対誰かセックスしてる。え、違うかなんなんだあれなんか光ってんぞ、これ。なにこれあ なんだこれ血があるもうん、金、金ピカに光る血があるこれ絶対あかんやん。これ絶対言っちゃいけん。これ危険だな。あ、もう血がある時点で絶対殺人事件が起きてる、これは。絶対殺人事件が起きた現場だな。あー、じゃあこれもうこっち側行って。あー、あれ絶対あれだね。ゴールだと思わせての。まあ、殺人現場に出くわしちゃった。あら、やだ、みたいな感じだね。あー、じゃあこっち行って。あい、あ、あ、で。えー、っと。あ、一丁目。まあ、やっと一丁目や。やっと一丁目。何や、このゲーム。で、えっと、こ こっちも大丈夫。で、こっち側見といて。え、ここの異変とかあんのかなここの異変とかあるのかわかんないけど。で、こっち側見てって。で、ここも大丈夫、大丈夫。で、大丈夫。オッケー。こっち側はこれ土管の異変とかあんのか異変の数がそもそも何個かわかんねんだけど。異変の数何個あるんで、えっと、こっちも普通。んなんか、えなんでお前ライパ、ライ、ライトアップされてんのこれ危険だね。これは危険。なぜ危険かわかんないけど。 なんか、照明係さんが襲ってくるみたいな。もう頭おかしい。やべえ、何話してるかわかんない。あでこっち行って、あでこっち合ってる、照明がついてるって言え。あれ絶対危険じゃないよね。むしろなんか、ね、いいことありそうだけど、照明がね、ついてんだから。これ、あなたはこれから、いいことありますよ、みたいなこと、声かけられそうだけどね。絶対いいことあんのに、無視しちゃったよ。で、えっと、こっち大丈夫。はぁい。で、うん、こっちも大丈夫。で、ここも見てって。はぁい、大丈夫だね。オッケーオッケー。 ああ、地味な感じね。あ、え<っ>えっえハ、ー、ゲてる <laughs> って、って、なんだよ。この人近づくと髪の毛がめっちゃ伸びるんやけど。な、な、それ。え死んでるこれ死んでるえ死んでる 死んでる <laughs> なんか死んでるって言うんだよ。うん、ちゃじゃ,あじゃあ、こっち行って、あ、これが危険ね。オッケーオッケー。結構来てんね。オッケーオッケー。結構来てる。さあ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 行って、で、2丁目行きちーの。で、うん、新しい部屋見れたね。よかったよかった。で、2丁目来て、で、こっちはピンポーンあ、奏で奏でるピンポーンで、こっち、ここは多分異変ないよね。さっきあったから。で、と、こっち側は、こっち、

引っ込み方が割り間に、割り間にパリックだったよね。引っ込み方が割り間にパリックだった。あじゃこっち行って。じゃあ、こっちが危険だったってことで。何あいつ不審者すぎんだいぶな不審者やん。不審者すぎんああいうのもた楽しんでるみたいな。うん、めっちゃ不審者。じゃあ、えっと、こっち、こっちは多分異変ない。もう異変ないから大丈夫。でんな、声したねえ。な、声したよね、今。えな、声したよねええな、声したよね めっちゃちっちゃい声で言うよ。声したよね。ええ何だとあ、じゃあこっちへ行って、え待って、じゃあこっちが危険ってことこっちへ危険が何かあるってことんえいや、えうわええ いや、金って音がフリー素材。じゃあ、こっち行って、これ危ないってことね。もうちょっと遅れてたら死ぬとかだった。危ね、ヒューじゃあ、えっと、こっち行って、結構異変見れてる。よかったよかった、結構な異変見れてんぞ。はい、で、こっち行って、戻りっちして、の。うん。で、はい、もうあたく使いました、この実況。で、はい、4丁目、きちいの。はい、はい、はい。ここも大丈夫。で、えな,なになにええー こんなとこ坂道あったっけいや、ここどうやって入るんここどうやって家登るこうやってよじ登っていかないと家入れないやん。あ、じゃあ行って。うわ、そういう辺ね。ちょっと段差があるっていう辺ね。いや、ちょっとどこじゃない。だいぶな段差。あ、で進んでって。もう疲れたやばいめっちゃ疲れた精神的に結構来てる疲れが。あ、で行って。うん。で、5丁目。はい、5丁目来て。うん。で、えっと、こっち側見て。ん何の音それ何の音やめてくんないあ、で、こっちもだ。 ああああ、これ事件性感じますね。コナン君いるコナン君。近くで死神いるコナン君。コナン君のあだ名死神。やばいよね。コナン君がいるから事件が起きるって言われてる。かわいそうなコナン君。事件解いてさ、幸せな人を一人でもね、増やしてあげてんのに死神って言われてる。コナン君がいるから事件が起きるんだって言われてるの悲しいよね。あれこっち大丈夫。 もうなんか音するのやめていや、気のせいだと思うけど。気のせいだと思うけど、なんか音する気がすんのよ。はい、で、こっち行って。大丈夫。じゃ、こっち側に何か異変があるってことああ、でああ、ああ、えああ、あ,あ,あそういけあないタイプあ、ないタイプか。あ、な、ないタイプなら、んー、こっちっぽいな。行ってみようあ。 うーん。無理です。はい、ということでね、今日はね、帰り道というね、ホラーゲームやってみたんだけど、うん、面白かった。面白かったけど、一つ言わさせてほしいのは、異変がちっちゃい異変がちっちゃいのが結構多くて、なんかね、広い、なんかマップ内を探すってのが難しいかな、結構。このゲーム難易度めちゃくちゃ高いわ。いや、難しかった。でも、すごく、あの、面白くて、なんかよくできたゲームだと思いました。はい。はい、ということでね、今日のゲーム実況はこれで終わりたいと思います。さよなら。